どうもこんにちは、道楽工房です。ですね、まあいろいろ事情というかアップロードの関係で2022年初撮影となります。で、場所はここうちの持ち山、道楽山なんですけど、今日はですね、ここ開拓してヒルクライムを作りたいと思います。昨年の12月頭にですね、 G ネット特別最終選抜戦ちょっと撮影しに行かせてもらいまして、すごく面白かったんですよ。もうコース全域にわたってもうとてつもない難易度のヒルクライムとか、もう沢もすごかったし、トライアルライダーの技術とかで、そこに食い込むエンデューロライダー、もう本当すごくて、ちょっと今年開拓にもうちょっと身を入れていこうかなと思って、で早速ちょっと今日やってきたんですけど、平日なんで今日一人なんですけどね。で今日開拓するのがこの奥、ちょっと昨年エンデューロの方々に来てもらって、開拓途中まで開拓してるとこなんですけど、今日はその続きをちょっと作ってバイクで登れるかどうかちょっとやってみようと思います。かなりちょっと難易度が高いというか、上がれるかどうか分かんない感じのヒルクライムなんですけど、まあ昨年のGネット戦とか見てたら、なんかもうこれぐらいの坂は別にいいんじゃないかなみたいな感じでちょっと思えてきたんで、今日はちょっと開拓ヒルクライム作って、でバイク乗ってちょっと試走してみたいと思います。はい、ちょっと歩いて登ってきてるんですけど、今向こうの方から歩いて登ってきて、ここにちょっとでかい岩があって、ここをこう登っていって、この先のちょっと急な岩だらけの斜面がそこにあるんですけど、ここをさらに登りますと。正直この時点でかなりハードなことが確定なんですけど、でこっちに行くかと思いきや、こっち、でここまで来て、この上に登る感じですね。難易度が結構高そうでやばい気がしてるんですけど、ちょっとまだ全然上の方開けてなくて、トラシャでも相当苦労しそうなヒルクライムっていうか、とりあえずこの辺のヤブを助走区間で使わないと上がれなさそうな感じ。ちょっとここ切り開いていきます。いやー、あるな。開拓していこうと思います。もうひたすら切っていくだけです。とりあえずバイクがまっすぐ登れるように木を伐採していってます。うちの山ってあんまり太い木がないんで、そういうとこちょっと助かってます。はい、あぶねー。ちょっと今から片付けたいと思います。今からのこの片付けが大変なんですよね。伐採した木をどこに捨てるかよく考えてから片付けていきます。意外と捨てた場所が後でバイク走るのにすごくいい場所だったりするんですよね。木が斜めに立ってるんでカメラ傾いてんじゃないかって思うかもしれないですけど、これ地面が斜めすぎて木が斜めに生えてるんですよね。だから結構傾斜きついんですよ。切り開いてとりあえず上まで上がれるようにしました。まあ上がれるっていうのはバイクで上がれる幅を切り開いたっていう意味なんですけど、こう下から来てこう上がっていく。まあ動画じゃ多分傾斜のきつさとか全然伝わってないと思うんですけど、まあ、正直かなり厳しい。路面に
枯葉が積もってる分タイヤが多分全く書いちゃってグリップする気がしないんですけど、とりあえず今この状態でここチャレンジしてみようと思います。でダメだったらここちょっと、ここまだ全然やぶで、あの全く手つけてないんですけど、ここが平らなんで、ここを助走区間としてもう一回切り開いて、このヒルクライムにアタックするという感じで、ちょっと一旦バイクで走ってみようと思います。行くのにもう相当一苦労。この木邪魔なんでちょっと切りますわ。とりあえずバイクをここの岩の上まで持っていかないといけないんで、ちょっと頑張ってみます。
とりあえずここまで。で、こっから上に登ると。もう嫌な予感しかしないんですけど。助走を作んないと無理ですね。ちょっと助走を作ります。助走区間を。ちょうどこの辺りが平らで助走に適してるんですけど、一人だと木を切って片付けるので時間かかりすぎちゃってどうしようかなって感じです。作れる場所作ろうと思って開拓したはいいけど、どんどん崩れて、さっき上がれたとこまで上がるのもしんどくなってる。あーやばいなこれ。はい、というわけで、今回ちょっとヒルクライム作ってバイクで上がって、新しいヒルクライム作りましたって感じでやりたかったんですけど、結果作ったヒルクライムは上がれませんでした。誰か上手い人来てヒルクライム上がってください。道楽山お待ちしてます。はい、というわけで今回の動画以上になります。もうなんとも中途半端というか、せっかく作ったんで上がってこんなヒルクライムできましたっていう感じで撮りたかったんですけど、そもそも上がれるような難易度ではなかったです。まあかといって絶対上がれないかっていうとそうでもないんですよね。多分上手い人が来たら上がれると思うんですよ。でまだ周り開拓の余地があるんで、あの助走区間作ったりもできるんで、まあ、もうちょっと開拓してあのヒルクライムなんとか生かそうと思います。うちの道楽山はヒルクライムは多分相当の数作れるんで、ちょっとどんどん作っていろんな人に楽しんでもらえたらなって思ってます。あとガレバとか面白いとこあるんですよね。